すっかりぼっちゃりジャパンカップ出かけるゆむかとうさまりあです。そしてうっかりガリガリ大原です。うっかりガリガリうっかりガリガリごぼうサラダやめてくださいよごぼうサラダとかはい、今日は新大久保に来てます、はい、イエーイ。12月といえば何ですか、イベントは。そうだね、はい、面白いことが浮かばない確定申告って言おうと思ったの。確定申告はまあ1、2月ですよね。1、2月だね、はい、じゃあクリスマス正解です。はい、あったあった。いや寂しいですクリスマス。本当か本当です本当に本当本当になんか予定ないです。本当に家でも桃鉄しようかなみたいな友達と夜通し。私行こうかな。じゃあ行きますね。いや本当やります。でもあれですよ、テキーラ飲んでくださいね。なんで負けたら強いな強いですよ、はいはいはい、ということでですね、うん、今日の企画なんですけれども、はい、大原さんと、はい、プレゼント交換をしたいと思います。それいいね。よくないですか。いい。しかも韓国コスメ縛りで、うん、はい、ここここにね今日はちょっと来ました。ででででん、はい、あったあったあった、韓流百貨店ですね。そうだね、はい、こちらで、今日はここは撮影 OK? OK です。ちゃんと撮りました。すごいすごい、ありがたいです。本当にありがとうございます。ありがとうございます、はい、なんか条件とかあります？いや、私なんか顔にもちろんコスメだからだけど、はい、そのなんか意味のわかんないものより、はい、あの絶対使える、あーそうですね、なんていうのリップとかじゃなく、はい、潤いが欲しいかな潤い、私あげます、潤い人生のスリスリします。いやそれはもう私逆に教えてください、ね、人生のなんか顔がもうほらやっぱさ年だからさカサカサしてきたから本当にいいもの、まあ、でも冬ですしね、うん、あとなんか韓国ってプチプラなイメージあるし、なんか多分ね彼女に何かプレゼントしようとかって思ってる人もあ、いいかもね、うん、なんか新大久保にフラッと来て買うのもいいと思います。分かった、じゃあさ、じゃあ参考になるようにやりましょう。20代の子にプレゼントするものと40代にプレゼントするもの、はい、やっぱりさ、はい、肌も違うから。そうですね、じゃあそれでそんな感じでやりますか。そうしましょう。では、はい、行きましょう。ゴー。なんかプレゼント交換しようと思うけど年齢が違うじゃないですか、うん、そうなんですよ。だから私はこれがいい。私はもらうんだったらこっちもらおう。 あれを3個もらうよりこれ1個もらっていいと思う。あ、本当？ VTC よりね。シームだっけ？これはドセーム、ザセームですよ。ザセームで、あのコンシーラー有名じゃないですか。そうそうそう、このコンシーラー。あ、もうすごい。このコンシーラーだけじゃないの。うちらのこういうものを私個人的に、うんうん、炭酸のこれお姉さん、何何何気になるんですけど、それこれ毎日あっちゃダメなのね。週1回2回だけど。あ、わすごいすごい。これ隠す毛穴、化粧かす落とすものなんですよ。へえ。これスーッと顔洗って、そうなの、水気取っていただいてマッサージ、お風呂の中でマッサージするんですよ。すごい香り。そうなの、香りもいいし、肌がトンがワンタントタントン上がるし、なおかつ毛穴深く締まっていくの。そんなに変わる？韓国人が綺麗になるのは必ずお家でもこういうものやるんだよ。日本人もやっぱやんないよ。やんない。あ、めっちゃ泡になってきた、うん、泡がさーっと上がってくるの。これ何？洗顔？これは炭酸クレンジング、要するにピリングだけど普通のものじゃなくて、はいはい、この子はこうやって肌の炭酸パワーブルを置くと肌がすごい綺麗な毛穴を締まってくるし、すごい大きくなれるし、これとってもいいんですよ。うちらはこれがすぐすぐ売り切っちゃうけど、物いいですよ。これ男性も女性もどっちでもいいね。そうだけど、これはね、まあ、やりすぎはダメ。週1回か2回ぐらいね。これをやると、なんか全然違う。この自分が、これはね、自分のこういう、これやってる方とやんない方のスキンケアやっても吸収力が全然違う。本当に違う？オルマイよ、2900円だって安いじゃん。安いですね。ふーっと洗い流すやな、見て。ちょっとプレゼントでいいかもしれないです、ね、全然違う。違うでしょ、うん、これがうちらが今物があんまりないの。すごい。今でもジャイコ一緒よ。3個しかないの。あ、3個もいらない。これお姉ちゃんなの今。そうだよ、ほら。そう、私です。あ、それ、かわいい、はい、ありがとうございます。ほら、あのお姉さん、本当だ、お姉ちゃん出たね。これ私。お姉さんは何あれやって、サザンお姉さんはサザンじゃないの。あの私の大大大先輩で、うん、もうレジェンドの、レジェンドの。これお姉ちゃん。そう。あ、綺麗。やっぱり大原さんっていうの。大原さん、大原さん、大原さん、うん、さんめっちゃ有名ですよ。有名じゃないの。マリアちゃんが私の YouTube に出てくれて、そうそう、でその感じだったの。そうです、そうです。で私は昔からグラビアやってるから、うん、若い子にポージングを教えるの。うん、そうそうそう。ゆっくりとか。そうだからもう。こうやって入れて
くれて、本当大先輩で、いや先生なんだね、もう本当に先生ですよ、もう大先輩で、もう全然映ってないね、うん、分かる、あんまり食べないの、めっちゃ今食べてきた、あのお姉さん全然太ってないってこと、私はみたいなね、どう本当はでも、若いじゃん、私可愛いでしょ、胸とかもお姉さん、若いうちだよ、年取ったら垂れちゃうやん、胸はね、あんまり大きいの好きじゃない、あ胸がちっちゃくないのね、だから胸、嫌だね、これね、たるむんだよ、あんた、そう、え、もうだからもうつくづくこの辺にあるんですよ、だからもうナイトブラとか言われるじゃん、言われるけど、無理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 、だから私はだから私はね、ボディーシューツすごい高いもの買うの、うそ、あ、ボディーシューツ、そうだよ、私ボディーシューツ、え、か、え、メイドインなんですか、これ韓国の、へー、で、ここまで来るけど、だから縫えたらあるけど、切ったらこうやってスッと、あー、よく、なるほど、だから、ボディーシューツは結構私は高いもの買う、じゃあ、飲んだ、これフラデン全部ついてる、ついてるけど、だから自分の生命保障みたいなもんなんだから、タップ13とかすごいけど、私はだからボディスーツは結構いいもの使う。あんた何若い時から胸大きかったの？そうなんですよ。もう本当に中1からでかかったです。ああ、そうなん。私もね、なんか胸が大きいのはずっとなんかこのコンプレックスになっちゃって、それだったり、私は笑えない。でも仕事になってよかったですよ。でも自分はちゃんと自分のいい面も生かすのいいことじゃん。そうよね、ビジネスにしてるから。そうですね。だから見てほら、私も大きいんだよ。大きいね。いや、めっちゃ大きいですよ。でもあんたカリカリじゃん。ガリガリ。ガリガリなんですよ。ガリガリなんですよ、とか言って。すごいな。うっかりガリガリ。めっちゃ大きいね。めっちゃ大きいですよ。そうなんだ。手帳水買いに来たのに下着の話してくれてすごいおすすめしてくださってますもんね、これめっちゃおすすめされた、はい、まずこれ買ってあげれば先生に、先生にね、にこれ買ってくんだから、先生に買ったよ、また先生になってるけど先生自分で買うのいいですか、じゃあ私これ後で別で自分で買うかな、自分で買うんですか、本当にいいですか、あれとかにする、あれにします、ね、あの子はね、結構物いいよ、でも、あれいいですね、確かにね、すごいツヨツヨになってさ、ツヨツヨするし、肌のトーンが上がっていくし、毛穴とか綺麗になる、え、あのなんかピーリングでも、あのポロポロするやつあるじゃないですか、それとどっちがいいんですか、私本当に欲しくて、今こっちもこうだけど、こっちは上の表面だけ綺麗になるもの、でもこれは毛穴までパッと綺麗になって、毛穴がこう締まっていくの、ほら、ボロボロ出てくるやつあるじゃないですか、あれはないの、これだよ、これ、ああ、ちょっとやってもらえば、え、どっちがいいんですかね、完全にあの、こっちは肌の表面だけがあって、でもこれもやりすぎはダメだよ、でもこれはね、自分の目の前でやってるから、こうやってあのやったって感も引くんだろうね、こうやって、あ、本当になんかすごい出てきた、これはバイオだから、うん、あんまり乾燥しないし、こっちも物ないよ、いいですよ、これやりすぎダメですよ、そうです、今の毎日ダメなんで、ダメですね、週1回ぐらいが一番ベストだと思う、本当にいいでしょう、そうだ、これ全然違う、うん、マリアちゃんどっちがいいの、あの水色と、はい、これと、どうしましょう、でもこれボロボロ出るやつでしょ、これボロボロ出るやつです、うん、これでもいいですし、うん、これも良かったですもんね、これめっちゃ良かった、良かったですよね、でもさ、こう考えるとさ、やっぱりさ、進めてくれる人によってさ変わると思わないね、え、上手だったね、さっき お姉さんね、はい、これとこれをプレゼント交換する、そうしますか、そうしますかじゃあ私大原さんにこれプレゼントします、いや、めっちゃ嬉しい、私大原さんにこれ、あ、ジェムミラクルブラックパールオーツバブルバッグをプレゼントしたいと思います、じゃあ私はマリアちゃんの、クリスマスプレゼントに、はい、セルリニューバイオマイクロフィルスポットジェル、はい、ありがとうございます、あのマリアちゃんの手の上にボロボロと、そう、ボロボロと、ね、赤できたやつ、これね、全部そうです、そうです、いや、これで、まあ、あの新しい年を迎えます、綺麗にして、そうだね、はい、じゃあ全身洗わなきゃね全身洗いましょう、じゃあこれ、いいよね、おすすめだよね、男性もできるし、そう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 、男性の人も肌ボソボソしてたらしてますもんね、うん、よくないじゃんね、わー、嬉しい、なんか楽しい企画、ありがとうございました、いえ、こちらこそですね、じゃあちょっとレジに行ってまいりますか、ったお会計してまーす、うん、私このお姉さん見たことあるわ、このお姉さん本当面白い
무슨 말이야? 안 왔다는 거라. 써요. 天狗はまず痩せますよ、うん、今安心してください。出てきた本当にね、それどういう洋服着てんの。いやいやいや、これこういうこういう服だから、こういう服だから胸が強調されるんだよ。ああ、それ切れちゃったんじゃないの、ニットが。あ、でもちょっと分かれない人の買い物より立ち話の方が今日は長かったよ。長かったっていうね、うん、おかげさまで美味しい。たまに嬉しい、ありがとう。私よければ一緒に行くから。あ、また会いましょう。ほんとだね、また遊びに来ます。これが好きだったらもう一回行っちゃえ。 OK です。カムサマになる。そうなの。すごい好きなタイプだと思う。ねえ、ありがとうございます。本当に頑張ってね。オメニだ、オメニ。もう27。私が早く聞いてる。もう娘いるよね。私ここで僕だから。そうだね。そうですね。29の時のね。そうそうそう。よく育ったでしょ。うん、はい、ありがとう。カムサムギナー、メリークリスマス。はい、ねー。はい、買ってきました。買ってきました。メリークリスマス。そのままで、そのままで、すいません。メリークリスマス。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、めっちゃ嬉しいですけど、なんかさ、自分で買うっていうよりもさ、はい、こうプレゼントしてもらうっていうのね、嬉しいですよね。しかもなんかお互いちゃんと自分の欲しいものを言ってっていうのがいいですよね。そうだね。なんかね、いらないものをね、そう、いらないよりね、よりもね、はい、そうだね。多分ですけど、うん、普通に多分一緒に YouTube 撮ってても、うん、多分気を使ってじゃないですけど、うん、なんかいらないものあげちゃっているような組み合わせの人もいますよね。そうだね、そうだね、嬉しい。大原さんだからなんか、え、ちょっといらないものいらなくないですかみたいな、お互いめっちゃ言うみたいな。明日これがメルカリに出てたら私です。ちょっと速攻検索します。いや、ほんと今年ね、なんか仲良くなれてさ、はい、嬉しかったよね、はい、お互いのなんかクリスマスプレゼントみたいなね、はい、出会いで、ね、うん、ありがとうございます。ちょっとさ、これからも私、マリアちゃん の、はい、あの YouTube にも出させてもらうし、ぜひぜひぜひ、私の方にもまた来てくれたもんね。ぜひお願いします。めっちゃ面白い企画2人で考えていきますので。そうですね、はい、ぜひお願いします。はい、ということで皆さん、うん、この動画が良かったですよ、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ということで皆さん、バイバーイ。は